完全な事故でした。複数人と見せかけて、多重人格者でした。隣にいると見せかけて、もう幽霊なのでした。大きな舞台と見せかけて、誰かの脳内でした。幼い子供と見せかけて、小さな老人でした。遠い惑星と見せかけて、この星の未来でした。RPG と見せかけて、しょっぽい現実でした。脳心操作と見せかけて、